ただきます。炊きたて10分以内で出してくれて、おかわり自由だそうです。ご飯おかわりしたらおこげがついてるやつが出てきました。美味しそう。このおこげにはお塩とごま塩、ごま塩でいきます。いただきます。あんかけの親子丼、しそしそ、ちりめん山椒、そそうでした。美味しかった。